キラーで攻撃されるけど、キラーでやり返せ。そんなパーティーだ。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲコちゃんです。じゃあ、行くぞ、スクラムゼロ。いやー、天使ウリエルじゃねえや、これ地獄ウリエルだ。3人積んでると火ダメやばいっす。2、4、6万。感染切りでも6万食らうし、普通の攻撃でも6万ぐらい食らうかな、多分。じゃあ行きます。レディー、ファイッ！いけ！あー、ひどい。ひどい出来だ。これやられちゃうとね、ずれちゃったらね。あんまよろしくないだよ。あ、でもめっちゃいいね、ダメージはやっぱりでかい。あ、全然いいじゃん。それ、どうだい？よし、いい動きできたね。ここダメージホール出ないよね、確か。 HP10 万あるし、すげえな。よいしょ、遊ばしてもらおう。うん、本当はフレンドも地獄エリアにしたかったんだけどね、もうさすがにフレンドにはいなかったっすね。なので今回はアラジン連れてきます。頑張ろう。今ね、めちゃくちゃ頭痛いから、ある意味頭痛との戦いでもあるんだ。そして俺は頭痛に勝てるのか。そんなどうか。そして、お、それどうだい。おーおおお、いい動きした。いい、いい働きだぞ今のは。ブイーンガチャ、それやることやっちゃうね。よし、あー肩も残っちゃった。これはひどい。あ、でもこれは入れるかもしれない。あ、ミスった、ミスった。おーおおおおおお、ひどいね。あ、でも大丈夫だ。左来るよね。ポイーション。で、下の入れる。じゃないね。ですよね。うん。で、抜けて、次だ。次のとこどんなとこだっけ？自分もね、記憶あんま定かじゃないっていうね。そう、ウィルキンソン飲ましてね。うん。うん。そこか。ちょっと遊ばせてもらおう。おお、わ、すげえ。全然終わってなかった。まだこれからって感じだった。おい、下のやつ倒した意味。あ、でも次のターンでどうしたらね、下に来るかな。あ、やっちゃった。お、すげえ、すげえいいとこだったのにスピードがちょっと足りなかった。おい、下だけ倒すんじゃないよ、それ意味ないからね。遊んじゃおう。下手に狙われるね、遊んじゃおう。おいおい、どんだけ嫌いなのその人たちの。あ、お、君たちね、それはね、間抜けだよ、それは間抜けだよ、うん、ありがとう。よっしゃ。さあ、そしてここ、ここだよ問題は。ドーン、来たねこれ。こいつらね、まずはでもとにかくこいつら倒したいね。よし、回復を出しながら戦いたい。そしてパオーンでしょ。痛え、すげえダメ。あ、これはあんまよろしくはないね。うわ、すげえいいダメージなのにちょっと失敗した。でも上に、あー来ないね。これはやばい、完全な失敗だ、失敗だな。すげえ回復よくなる。おい、あんたどんだけ嫌いなんだよ、そいつのこと。めっちゃ回復できるじゃん、それでも。毒斬り気をつけようね。毒斬りじゃねえや。感染斬りだ。名前なんてどうでもいいんだ。どんどん行くぞ。うわ、ちょっと待って。うわ、これまずい。毒斬りじゃなくて感染斬りだった。いいでーってなっちゃう。あー、やりづらい。どうしよう。めちゃくちゃやりづらい。倒せるもん倒したいんだよな、早く。
お、失神したことのデカ、おお、こういう奇跡をね、私は待っていたのだよ。うん、ピヨピヨね、素晴らしいでしょ、これめっちゃ回復しよう。申し訳ないけどね、がっつり回復させてもらうよ。君が失神してる間にね、ピヨピヨ。よし、じゃあ遊ぶよ。よいしょ、そろそろ兵士復活してるのかな。してくれないのよ、これひどい動きだねあ、でも、うわ、いや、でも下のは近いな。くさほらほら、スピードアップ、よし倒せるでしょ、よし、これは嬉しい。そして次が中ボス、いや、頭痛い。中ボスの方かな。で、HP を10万以上確保しときたいね。ちょっと怖いわ。何も計算せずに、とりあえずやってみた。あー、やばい、これは。あ、いいんだ。やばくなかった。左上に行けばいいんだよ、それは。スーパー思い出した。それ、どうだ。ズバッズバッと。しかも失神？最高でしかないね。あ、君か。弱点がね、ダメだね、これね。それ。2回当てて倒して、こいつも倒しときたい。あと一発。よし。で、下はピヨピヨね。あ、ピヨピヨしてもらって。オッケー、それだらよし。で、それ、どうだ。スピードアップ。いいぞ。ちょっと気をつけようね。ここ気をつけないといけないところだ。それ、どうだ。おわ、どうだ、スピードアップの力見ろ。うわー、失敗した。これはきつい。完全に失敗した。マジか、遊ぼう。めっちゃ回復しとこう。 OK、 これでもうしょうがない。痛くてもしょうがない。からまた遊ぶよ、俺は。下入らずにね。よしよしよし、その動き、その動き、あー、めっちゃいい。偶然の賜物こそ至高ですよ。さあ、こっからですよ、皆さん気をつけましょう。こっからどう戦うか、これが肝心です。よいしょ、いや、ちょっと待って、人も倒したい。あー、すっごい HP いっぱいあったのに。よし、人も倒す。これで、あの目玉め、ふざけた目玉だ。でだ、あと3ターンだろ、攻撃までは。だったら、いや、ちょっと待ってくれよ、回復させてくれよ。どうしたよ、これ。スピードアップ。お、これは召喚するんじゃない。ねえ、いや、めっちゃいい。ありがとう、めっちゃ嬉しい。で、次は、間に入ろうか、まずは。ここね。回復を出すことが大事。やばい！うん。別にやばくなかった。見て。6万じゃ、うわー、すげえ回復。ある意味素晴らしいね。それ。どんどん。すげえ！すげーい。今のすげーいね。結構遊べんじゃない。それ、どう。ちょ、遊び方が雑。お、でもこの回復力だったら全然いい。いきます。それ、見てろよ、地獄リエルのすごいとこ見せてやるぜ。どりゃ、
ドーン、素晴らしい。274万だよ、これ熱いんじゃない。そしてこっからやられる前にやんないといけないからな。やられる前にやんないといけないんだよ。もう一回言うよ。やられる前にやんないといけないから、ね、おいけ、君にかかってる。上に抜けるようにはしてやる。あとちょっとよ、あとちょっとよ、あとちょっとだぞ。まだ死にたくない、頼む。うわ、すげえダメージ、1万9000だと。なんちゅうダメージだよ。うわ、やばいなこれ、スピードアップできないじゃん。でもまだ攻撃来ないから、なんとか耐えた。え、マジか、それまだ攻撃来ないよな。よし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 、で、これで目玉の親父を倒しておくと。まだ攻撃来ないからな。よし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 、ここでやられる前にやるんだ。行くぞ、いい回復力。よしよしよし、そうだそうだそうだ、よしよし、いいぞ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 、こっからだぞ、みんな勝負は。いけ、自陣地獄流艦隊で倒してみたいね。あ、待って、近寄って近寄って、君が近寄るんだ、君が近寄るんだ。よし、一番近いんじゃね、君が。うわ、マジか、君か、キムカッファン。そしたらね、あえてじゃあアラジン当ててダメージ稼いでいこう。地獄の罪人ども、よし、これで一輪の輝き、よし、消されてしまう、カシャ。いやー、これ怖い。次のターン多分ね、朽ち果ててました、私完全にやられてました。いやー、怖い戦いだけど、こういうハラハラドキドキする戦いもたまにはよろしいですかね。うん、基本ハラハラドキドキしますけども。あ、やった、新記録だって。今吐きそう、緊張して吐きそう。はい、そんなわけで奥編シークエストですけども、なんとかクリアすることができました。皆さんもぜひぜひ地獄リエル3体おすすめしないけど入れてみてください。以上、ゲコちゃんでした。バイバイ。